イーゴリ・ニコラエビチ・スミルノフは、モルドバの政治家。1991年10月から2011年12月まで、未承認国家であるソイド・ニエストル、共和国大統領職を務めた。ペトロ・パブルフスク・カムチャツキー出身。主工業学校卒業後、西シベリアのズラトウーストの夜勤工場。 さらに1959年から1987年まで、南ウクライナのノーバカホフカの電気、機械製造工場に勤務する。1987年、アトニソイドニエストル共和国の首都となるティラスポリに移住。1987年から1990年まで、ティラスポリのエレクトロマシュの工場長を務める。1989年8月から、 モルダビアソビエト社会主義共和国の人民、大議員として政界に入り、ロシア人とウクライナ人住民の権利の擁護に努めた。1990年4月から、ティラスポリ市人民大議員会議議長。1990年9月2日、国際社会から承認を得られないまま沿い、ドニエストルソビエト社会主義共和国暫定、最高会議議長への就任を宣言した。 これを阻止しようとするモルドバからの軍事侵攻も撃退し権力の座を確固たるものにする。その後の大統領選挙で4000を果たし2001年の大統領選挙では81.8%を得票した。しかし5000を目指した2011年の大統領選挙で1回目の投票で敗北し決選投票にも進めなかった。ありがとうございます。